はい。で、まずどうしたんですか、こんなタイの、日本、タイの日本の原宿と呼ばれてるぐらいの若者の街に、こんなしがないコンイープをこんなとこに連れてきて何するつもりなんですか、先輩。ここにな、日本で有名な某グループの姉妹グループがおるらしい。某グループって何？それ見てからの楽しみやろ。なんかまあ今最後のパラゴニー、そうそうそう、今流行りらしいから、まずあんま興味ないけど多分ハマると思うねん。え、もしかしてアイドル系？そう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 、それちょっと見て。アイドル系俺もマジで分からへんからな。ああ、まあ行ってみてさ、ちょっと見てみようよ。だからまあ生涯ロックやから。ああそう、うん、まあ、とりあえずまあ行こうか。じゃあ生涯シュゲなベイビーやから。もう入れね、それ分からへんけど。まあ先輩がそこまでいいんだったら、うん、行ってみよう。はい、じゃあ行きましょう。はい、あ、笑い。なんかこのアイドルとはなんか無縁な感じがすんねんけど、うん、っていうのかね、エルメス、ルイ・ヴィトン、ディオール、シャネルって、もう俺たちとはもう無縁のブランドが並んでるけれどもな。まあとりあえずここの4階は言うてるし、見に行こうか。 OK。 Tell me if I got it wrong, but you don't wanna be alone. Spend the evening by yourself, but you'll miss me when it's getting late. Got it all, babe, say phones when you're ready. I'm here when you need me, I'm yours if you let me. Got it all, babe, say phones when you're ready. I'm here when you need me, I'm yours if you let go. これ一個一個ブロックはめてるわ、ほんまに。すごい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 。立体的に見えるように。マジで。レゴについて熱くなるんですよ。はい。やばいやばいやばい。やばい。子供のおもちゃ合わせたけどめちゃくちゃ高い。高い高い高いですね。だってここ平均3万超えばっかりや。3万2万。うん。これがこれやろ？うん。それが。サマリチ24,000円、うん、これこっちは、まあ、普通の今、まあ、子供に、あ、うん、子供のやつかな、子供向けやけど、それでも36,000円が平均、まあ、こんなんなったらもう人形の方がメインになってるから実際はね。あ、ね、こういう買い方があるんやね。おお、これを出したらもうその実際こんな風になれますよっていう。へえ、すごいな。これはこういう技術の集まりですよ。すごいすごいすごい。これ今出したらならへんか。これ今やったら出るんじゃないの？すごい。これ、あ、今この画面上でできへんわ。うん、あ、でも、うん、あれ、あ、できた、できた。おおおお。ちょっと待って、これ待ってね。すげえこれ。ほうほうほう。おお。これね、あのカメラは通して映ってないんやけど、今もう、あ、映った映った映った、ちょっと下げて下げて下げて、うんうん、で映ってる映ってる、すごい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 。これすげえ、はいはい、うん、うこれすごいな、超ハイテクやん。ハイテク。じゃあこれとかもうでかいのやったらどうなんだろうな、仮に。これちょっとでかいやっていい？うん、まあ、ちょっとカバーのやつは、あ、いけ、おける、うん、おおおおおうおうおお、そう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 、すげえ、そう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 、先輩、はこれ動画鳴る？マジヤバいっすよ。ヤバくないっすか？うん、なんか子供やったらこれで一日遊べんじゃない？うん、多分すごいすごいすごい、動いてるしな。うやべえ、これすごいな。すごいすごい。おお、おお、そうそうそう。うわ、やばい。ちょっと分かりにくいかもしれんけど、船とか。うん。そうそうそう。あ、やばい、やられる、やられる。ああ、行かれた、行かれた。ああ、危ない。行かれた、行かれた。やられるとこやった。これすごいな。入ってくるやん。やばいって。え？ちょっと待って。忍者試練見ていい？どうなんやろうな。忍者はやばい。動くかも。
あー、画面出てるわ。ロボット出てきた、ロボット出てきた。うわすげえ。画面これうまく撮りづらいわ。お分かりいただけますでしょうか、皆さんは。これね、平面やから分かりにくいかな。あ、そうか。うん、これ動いてるの分かるかな。箱の中身は分かる分かる、映し出されて、めっちゃ戦ってんの。これは画期的やな、うん、こんなん作れますよっていう。これ松尾るんかな。スターウォーズやってみる。あ、これはどうなんだろう。宇宙、宇宙、宇宙キラーすごくない。これはすごいな。こんな遊んでるバカな日本人おるんかな。なかなか、しかも客俺らしかいないっていう。うわ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 、やばいやばい、飛んでた、飛んでた、飛んでた。うわやばいやん、これ。飛んできた、飛んできた、飛んできた。帰ってきた、帰ってきたというか、今飛んでったのを宇宙という体で、あ、分離した、分離した、分離した。もうちょっとだけ下げれる？多分上のやつがこれ、ほんまは。あー、映ったわ。おー、映ってる、映ってる。すごい、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 すごい。すごいね。あ、ちゃんと分離するわ。あ、帰ってた、地球に。帰ってた、帰ってた、帰ってた。ね、この辺はまずないね。アベンジャーズをちょっと外国やからアベンジャーズちょっとスポット当ててるけど、これウォーマシーンとか、うんうん、これはこれ何やったかな、まあ、スパイダーマンの敵やったと思うんだけど、まあ、ソーとかいろいろ日本でも手に入るんやろ。入るけど多分このラインは、このラインはあるけど、うん、この下のラインはないんじゃないかな。あんま見たことがない、うん、もうとりあえずスターウォーズも充実してるし、うん、すごい。でもこれでほんまはね、海の勇者シリーズがあれば、うん、もう昔のやねんけど、プレミアで10万とかついてるのもあるんで、レゴで、レゴで、まあ、これは日本橋ぐらいでしか見たことないけど、うん、まあ、ビッグベンとかタージマハルとか歴史的建造、まあこれはもう対象年齢が高校生以上になるんだけど、まあお値段も見ての通りも3万とか4万とかなってくるんで、めちゃくちゃ高いわ。そう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 、まあ、まさに高杉新作ですよ、高杉くん。これ日本のなんかキャラクターもの、うん、なんかね似てるねこれ。でもこういうのもちゃんと変形するんやと思うわ。番号とかもちゃんと売ってるし、うん、ちょっと箱裏返してもらって、あ、これちゃんと分離するわ。あ、分離して変形するわ。あ、全部の生き物、うん、全部の生き物に、すごい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 。牛、牛ちゃうな、ヒョウと、まあなんか、まあやばいや、先輩買えるこれ、うん、いやこれ最初にこれ2万円です2万4、5000円するよ。買えん。いやいやいや、あの視聴者プレゼントの、いやいや視聴者食いつくわ。あ、これ ね日本やとね、これ一個一個ねネットで買わなくていなくて、オーダー制なのよ、うん、日本やと。でも今ここやったらもう選べるからそのまま買える。あ、そうなんだ。あるんだな、うん、でいろんな人がね今ブログで出してるんで、うん、欲しいアイテムだけがね、子供が欲しいのはこれが欲しい、あれが欲しいっていうので買えるんで、でまあ子供連れてきたらここで実際に作って遊ぶとかもできるみたいなんで、まあちょっと他にもあるし、もう遊ばせる、これテンション上がると思うけどな、子供らやったら、うん、でちょっとさっきのあのビッグベンとかお高い方はこっちやったらちょっとまあ手が出るから、まあ1万円ちょっとないから、うん、うん、すげえな。あとはこれ対象年齢ちょっと下がってるけど、実際このプログラムで設定できるやつなんで、レゴにこう行動を覚えさせる、それで動くとか、まあ、するんで、これもまあ、まあ、レゴのいい、あれやな、うん、
洗いも覚えさせて、うん、やってもらったら主婦の方も助かるみたいな。まあそれはほっといてそのサイズを作る方が大変やから、うん、まあレゴのいいところはそのいろんな決まった形で作るのも楽しいねんけど、それを応用して自分たちで子供が発想をしていくのがいいんで、よかったらここは、4階、3階3階やったかな、3階いや俺もレゴとかも全然興味なかったけど、うん、これは中が行ったことあんねん、そのあー地元ね、地元にあるね、うん、タイのレゴやばいね、半端ない舐めてたね、しかもこのこのさっきの機械はすごいよ、うん、じゃあ、まあ、とりあえず来年ちょっと僕また買いに来るんで、来年買い今買わへんのまあ来年じゃあ買いに来るんで、じゃあ来年な、あのいっぱいレゴ買えるように、うん、あの1年間頑張って働こう頑張って働こう、オッケーオッケー、これがタイのレゴは半端ない、